会社名とお名前お願いします。はい、株式会社マニューバライン素能事業部橋本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に紹介していただくブランドは、はい、パブリックです。パブリック、はい、今後ろにありますけど、はい、これは比較的新しいブランド。そうですね、一応2年目のブランドで、昔ステップチャイルドにいたジョーセクストンが立ち上げたブランドで、はい、ジョーセクストンのシグネチャーもあります。じゃあちょっと板を持ちながら説明していただいてもいいですか。はい、そうですね、これですかね。一応、はい、これがパブリックを立ち上げたジョーセクストンのですね。はい、はい、で一応形状はリバースキャンバーでロッカーですね、いわゆる。で乗り心地も、結構ルーズな乗り心地で、まあ、かつ張りもある板なんで、もう本当オールラウンドに使える板っていうところで、あとデザインもな感じで、なんかデザインがめちゃめちゃ可愛いっていうか。そうですね、なんかちょっとポップじゃないですけど、本当にかっこいいデザインになってるんで、あとやっぱジョーセクストンが立ち上げたっていうところでも結構プラスなところだと思うんで、ぜひ。どの辺の、はい、まあ、お客様と言いますかお客さんですかそうですね、もう本当にスノーボード好きな、まあ、本当ジョーセクストン自体有名なので、はい、いろいろなんかインスタとかでも上がったりとかしてるんで、はい、そういうのでもうすでにチェックしてる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、はい、日本人のライダーだと誰になるんですか。日本人だとまだ決定はしてないんですけど、あ、すいません、決定してますね。戸田正樹くんが一応、はい、パブリック乗ってくれるっていうところなんで、ビッグネームが乗ってくれます。ね、じゃあそれも今あっさり言いましたけど結構大きなニュースですね。そうですね、今言っちゃっていいのがちょっとあったんですけどこれ微妙な感じですかねそうですね、最悪、はい、切ってもらえれば。わかりました、はい、です。こちらはじゃあゴリゴリに押していくってことですね。はい、ゴリゴリに。じゃあ多分動画を見て初めてこちらをご覧いただいた方もいらっしゃると思うんで、はい、こちらのパブリックの、はい、PR のメッセージ一言いただけますか。はい、ジョーセクストンが立ち上げてクリス・ブラッドショーなども今年から加入しているので、どんどん押していこうと思ってるんで、ぜひ一回乗ってみてください。続いてバインディングです。はい、フィックスバインディングっていうバインディングブランドなんですけど、これはカナダのブランドで比較的最近、去年からうちはやってるんですけど、まだ 3,4 年目ぐらいなので、かなり今から来るバインブランドなんですけど、さっきパブリックの説明もさせていただいたんですけど、クリス・ブラッドショーもフィックスに加入してシグネチャーが出ます。がこれなんですけど、はもう本当フリースタイルに何でも使えるバインディングなんですけど、本当にデザインがまずかっこいいっていうところで、アースカラーっぽい感じで、で一応特徴としてはアンクルのストラップを少し足の甲の方で、はい、締めるっていうシステムなので、本当に足首周りが結構比較的自由に動くっていうモデルなんで、本当にジブとか、まあ、あとは普通にフリーランでも、もう足首結構自由にスタイル出しやすいっていうバインなんで、もう本当何でもフリースタイラーはすごい使いやすいと思うんで、この辺はすごくいいと思います。これ今ずらっと全部そうなんですね。そうです、ここが全部そうです。シグネチャーが結構出るんで、本当さっきのパブリックのジョーセクストンもそうですけど、ジョーのモデルとかも、あ、ジョーのモデルちょっと見ましょうか。これですか。はい、これオールブラックの、はい、ジョーのモデル、はい、これスペックはクリス・ブラッドショーのモデルと変わらないんですけど、基本的なベースはマグナムっていうバインをベースにしてて、はい、あとはもうデザインがダントツかっこいいと思うんで。そうですね、はい、このなんか日本人的な粋な感じのね。そうですね結構この辺はもう本当にすごいビッグネームが載ってるバインなんで、ガンガンインスタとかでも上がると思うんで、結構チェックしてもらえれば。じゃあこれ橋本さん、はい、来季これ買ったら失敗はしませんか。しますん。しますん大成功ですか。大成功です。これも間違いないですね。大丈夫です、間違いないです、はい、これを買っとけば間違いないと思うんで、はい、はい、ぜひチェックしてもらえればと思うんで。フィックスバインディングですね。フィックスバインディング、カナダのブランドです。はい、さあそして最後に紹介していただくのは、はい、ホールデンです。ホールデンウェアですね。行きましょう、ホールデン行きたいと思います。
さあということでホールデンです。大人気も今もたくさんお客さんがいらっしゃいますが、はい、まあ、改めてホールデン、まあ、今期、まあ、来期ですね、まあ、どんなデザインが多いのか教えてください。一応ホールデン、15周年で、まあ、毎年かっこいいモデルいっぱい出してるんですけど、基本的には結構アースカラーが多くて、もう本当に大人の方が着ても、若い世代が着ても本当にシックでかっこよくなるブランドなんで、本当シルエットもすごく良くて、もう本当にすごい上手く見えます。男女関係ないですよね。そうですね、本当女性のシルエットもすごい綺麗なんで、女性はモテると思います本当に、はい、さあそんな中、はい、今パンツを持ってきてくださいましたが、はい、これは、一応これはデニムパンツ でスキニーモデルなんですけど、はい、ちょっと細めに作られているモデルで、ただストレッチがガンガン入ってるんで、まあ、すごいシルエットが細くて綺麗なんですけど、ストレッチが入っているので動きやすいっていう、はい、あと私服にやっぱ近いですね。これ今触った感じも、はい、デニム感ってすげえあるんですけど。そうですね、デニム感がやっぱないと見た目もすごいかっこ悪くなっちゃうと思うんで、見た目良し で動けるっていう、で耐水圧も2万ミリあって雪も弾いちゃうっていう。2万ってすごいですね。これで2万ってすごいですね。そうですね、デニムのこの生地で2万っていうのはなかなかないと思うんで、まあ、雪も結構しっかり防げるぞっていうところで、ここはかっこいいと思います。まあ、あんまり被ることもないけど、被っても恥ずかしくないブランドですよね。全然そのデザインが本当に派手なブランドではないんで、例えばパンツ今年買って来年、まあ、またジャケットで、また組み合わせもいろいろできるんで、毎年デザインがそんな大幅に変わらないんで、楽しんでもらえれば、そういう組み合わせをっていうブランドなんで、ぜひぜひお願いします。はい、さあそれでは最後に動画をご覧の皆さんに、はい、まだもうマニーバさんはたくさんブランドありますの で, そ, うです、ね、はい、そのことも含め、はい、PR の一言いただけますか。はい、本当にかっこいいブランド、ガンガン発信していこうと思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。はい、まだまだいっぱいありますので、ぜひブースへお越しください。ありがとうございました。ありがとうございます。